ペルーのクスコに来ました。ここはアルマス広場です。アルマス広場の周辺にはレストラン、カフェ、旅行会社、お土産屋さんが揃っているので、ここで旅の用事を済ませることができます。標高は3400メートルで、インカ帝国の遺跡のマチュピチュへの玄関口でもあります。ちなみにクスコとは現地ケチュア語でへそという意味です。1534年、インカ帝国はピサロ率いるスペインのコンキスタドール征服者によって滅ぼされ、クスコも陥落します。ヨーロッパからの入植者はインカ時代のクスコの町を徹底的に破壊し、その上に新しい建造物を建てました。その時スペイン人は石と石の間に隙間のないインカ人の精密な建築技術に驚いたと言われています。組み合わせるのが難しい12角の石でさえ見事に積み上げられているという点で観光名所になっているそうです。国際女性デーの行進が行われていました。ちなみにクスコはウユニなどと同様に高度が高いため、チップスの袋や入れ物はこのようにパンパンになります。